株式会社ビットウェイさんで、自分は広告業をすることになっています。はい、選んだ理由は自分、デザインっていうかそのキャラクターデザインとは違って、グラフィックのデザインに、興味を持ったからです。興味を持った理由は、もともと自分はキャラクターデザイン、キャラクターを描く仕事をしたくてこの学校に入ったんですけど、まあそのやってる最中に、まあ、学校の授業でデザイン、そのデザインをメインにやる授業があって、それをしていくときに、まあ、キャラクターだけじゃ出せない味がグラフィックデザインにすごい込まれてて、そこに惹かれたからです。僕が思うグラフィックデザインは知識を形にすることだと思ってます。まあ、なんだ、まあそのセンスって言葉がよくあるんですけど、まあ、自分はセンスってものはこの世にないと思ってて、結局センスがあるかどうかも努力の積み重ねっていうか、どれだけ自分で知識を得てそれをその場で出せるかっていうのが結局大事で、それが要は周りから見たらセンスだねって言われるものだと思ってるんで、結局は自分でどれだけ知識を得られるかだと思ってます。いや、自分は全く怖くなかったですね。そもそも自分が新しいものが好き、知らないものを知るのがすごい好きだったんで、基本的にそのまあ、もともとキャラクターデザインだった、キャラクターデザインはもともと落書きとしてしてたんだけど、まあデザインに関しては入ってそこで初めてやったんで、もう本当に新しいことだらけで毎日がすごい楽しかったです。はい、楽しかった、一番楽しかったのはオープンキャンパスのスタッフとして働かせてもらったことです。言葉にするの、あ、さっきオープンキャンパスのスタッフとして参加して、そのスタッフとして参加してる他の方々というか先輩と、まあ、深くつながることができたのもすごい嬉しかったし、まあ、ためになることもたくさんあったし、あとゲストさんが来てくれるんですけど、その人たちとも話してちょっと仲良くなったりもできたんで、それもすっごい楽しいことでもあったし、あとまあ自分らの学年は A クラスと B クラスってのがあるんですけど、そのスタッフとして参加して初めて B クラのこと話して、今ではマジでゲームするぐらいめちゃくちゃ仲良くなったんで、本当にオープンキャンパスはやってよかったなって思ってます。やっぱだいぶ重荷が外れたかなって感じがしますね。してた時はかなりストレスを感じてたんだと思うんですよ。体が重かったりなだったりしたんで、それが終わってみてだいぶ気が楽になったけど、まあ、結局その会社さんに入るに向けてやらなきゃいけないこともたくさんあるんで、また気を引き締めないとなってのはあるんですけど、まあ、今までと違った意気込みで、まあ、生活はできるかなって感じでですね。だいぶ生活も前よりかは楽で、これから でもだいぶやる気がどんどん出てくる感じになってます。自分がそのグラフィックデザイン目指したての時に作ったその白猫プロジェクトっていうアプリのポスターを作ったんですけど、まあ、始めたてであんまり知識がなかったっていうのもあったんで、まあ、ちょっと知識が増えた今の状況でまたその時とは違うデザインでポスターを作ってみたいなって思ってます。まあ、最初はやっぱ広告を作ることになると思うんですけど、やっぱそのゆくゆくはなんかディレクションってものをしてみたいなってのは思います。ディレクションができるってことはそれだけ知識も技術もついてて、まあ、それを表に出せるってことなんで、そこまで高めてそういう立場に立ちたいなってのはあります。
はい、なんだろう、まあ、もしかしたら最初は、まあ、自分と同じように違う目的でこの学校に入るかもしれないんですけど、まあ、その中できっと変わってグラフィックデザインを僕と同じように目指すって人がたくさんいる、多分いると思うんで、まあ、そこのシフトチェンジした時に、まあ、たまに親とかから、まあ、なんか変なこと言われるかもしれないんですけど、結局言われたところでするの自分だから、まあ結局周りからなんて言われると関係ないんで、どんどん勉強した方がいいのと、あとなんかその学生のうちに完璧になろうとしない方がいいかなってのはあって、所詮完璧なんてこの世にないし、完璧なんてあったらマジでつまんないんでどれだけ上目指せるかっていうのは完璧がないからあるものだから、完璧ってよりかは 80% 自分の中の 80、60 とか目指してやって、まあ、その上その上目指していこうとすればきっと上手くなっていくし、その分上手くなるからこそ、まあ、就職で成功すると思うんで、まあ、結局勉強することは大事なんですけど、完璧よりかは、まあ、課題を残すことを意識してやって頑張っていった方がいいと思います。まあ、僕もこれからそんな感じで頑張って、社会人になっても結局完璧じゃなくて 80% ぐらいを目指して頑張っていくんで、はい、ぜひ頑張ってください。以上です。